ちゃ、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。最近ですね、僕もうちょっとで29歳になるところなんですけど、たまに会う友達に言われるんですけど、堀口くん最近ちょっと太ったよねって話をされまして、本当にその通りなんですよね。昔僕めちゃめちゃ痩せてて、体重とか本当に40キロ台だったんですけれども、やっぱり年を取ってくると、徐々にやっぱちょっと太り始めて、平均といえば平均なんですけれども、昔よりはちょっとですね、ぽっちゃりしてきたなっていうふうに、自分でも写真とかですね、動画とか見てって思うんですよね。で、そろそろ気をつけなきゃいけないなっていうことで、ご飯とかもですね、食べるものをちょっと気をつけ始めてはいるんですけども、やっぱお腹空いちゃうんですよね。夜とか帰ってくると、もう一個何かカップ麺とか夜食食べたいなってこう思う時があって、いろいろ気をつけてはいるんですけれども、年々ですね、年齢の年相応の体験に近づいてきたなっていう気がしてます。で、ほとんどの人が思ってることだと思うんですけれども、本当に食べても食べても太らないものが欲しいなと最近思ってまして、量が多くてカロリーが低いものってたくさんあるんですけれども、それとまた栄養がどんどん足りなくなって、結局ここも不健康になっちゃうので、なかなか難しいなと思っていたところに、これはもしかしたらその解決策になるんじゃないかっていうものがですね、出てきたので、今日はちょっとそれをご紹介したいなと思います。食べても太らなくて、それでいて健康にいい、でかつ手軽に食べれるっていうものなので、皆さんもですね、ぜひチェックしてみてください。そしてそのアイテムがこちらなんですけれども、日清食品さんから出ているオールインヌードルっていう名前のこれカップ麺ですね。カップ麺なんですけれども、これなんと完全栄養食っていう、形でこう日清さんが歌っていて、どういうことかと言いますと、これ一食で、人間が必要な栄養素が、全て取れてしまうっていう、アイテムなんですね。3食これ食べれば、もうこれだけでですね、人間の必要な構成要素が全て取れてしまうっていうようなものなので、食べ物なんですけど、ちょっと数字で語れるところもある、面白い食べ物ですね。で、このオールインヌードルに関しては、このカップ麺タイプと、袋麺タイプがあるんですけども、僕はこのカップ麺タイプを、注文してみました。で、こちらですね、カップ麺タイプだと、味が3種類ありまして、卵黄だれとラー油を効かせたコクうま油そばと、ごま香る濃厚担々混ぜそば、そして、こちらはですね、パクチー香るトムヤム混ぜそばですねっていう、3つの混ぜそばが入っています。実際の食べ方だったり、味だったりをこの後お話しするんですけども、先にですね、この完全栄養食がどういったものかっていうのをご説明しておきますね。こちらですね、オールインヌードルに入っていた、パンフレットなんですけれども、この中にですね、入っている栄養素の一覧が、書かれています。例えばこのビタミンだったりとか、あとは鉄ですね、亜鉛、銅とかっていう、必須栄養素ですねっていうところが、必要な分量よりもですね、多く配合がされています。で、そしてその代わりに、普段取りがちなですね、カロリーだったりとか、あとは脂質、炭水化物、糖質っていうところは、抑えめになっているっていうようなものなんですね。なのでこれを食べておけば、普段取りがちな栄養素は抑えられて、足りない栄養素をですね、全て補うことができるっていう形なので、お腹空いた時にですね、例えば夜食にこれを食べたとしても、むしろですね、健康になるというか、体に、いいっていうぐらいのアイテムですね。で、先ほどの必要な栄養素をですね、この麺の内側に閉じ込めて、流出をさせないような特殊な麺の加工がされています。で、その外側の食感をですね、できるだけこう美味しく感じられるように、もちもちの食感にしているっていうようなのが、このオールインヌードルですね。で、最近僕も筋トレとかするようになって、いくつかそのプロテインだったりとか、サプリメントみたいのを試しているんですけども、中でもですね、やっぱりすごくこれ効いたなと思ったのが、BCAA というアミノ酸なんですよね。必須アミノ酸と言われる体内に必要な、アミノ酸なんですけれども、それを飲んでからですね、すごいやっぱ元気になったんですよね。こう朝の目覚めだったりとか、あとはこう、筋肉痛の治りとかもすごい早くて、意外とやっぱり体内に必要な栄養素ってこう意識して取らない と、足りてないことが多いんだなというのはそれで分かったんですね。なのでこのオールインヌードルでやっぱ期待したいのが、その普段取れない栄養素も全部含めて取れるので、逆にですね、カップ麺なんだけど食べれば食べるほどやっぱり健康に近づくっていうところがすごく面白いなっていうところですね。で、早速ですね、僕もちょっとお腹が空いたのでこれ、食べていきます。開けます。
とプラスチックの蓋がついていますね。中にはですね、この火薬と、そしてこのオールインヌードルが入っていますね。であとはこの液体だれで麺と火薬を、カップの中に入れました。はい、準備ができたらカップの中に、熱湯を注いでいきます。で、ちょっと麺をほぐしていきます。続いて液体だれ入れていきますね。このラー油の香りがすごいいい感じです。そしてこの卵黄がまた美味しそうですね。これで結構カロリーありそうなんですけど、これ普通に食べたらすごい罪悪感ありそうな見た目してるんですけど、それでもですね、しっかり健康食っていうところが嬉しいですよね。はい、というわけで、オールインヌードルですね、完成したので食べてみたいと思います。これ今ラー油味のやつを作ってみたんですけども、ラー油の香りがもうすごいこう鼻にくるので、もうすごい食欲がかきたてられます。じゃあいただきます。うん、あ、なるほど。味で言うと、まず美味しいです。結構やっぱ麺自体は普通のカップ麺に比べるとボソボソするというか、歯ごたえとかはですね、やっぱり普通の麺の方が美味しいなって気がしますね。なんですけど、すごいいわゆるその健康食品みたいな感じで、すごくこうまずいかというとそんなことなくて、むしろ美味しいですね。確かに普通のこういうカップ麺とは違うですね、独特な味がします。なんだろうな、カップ麺の普通の麺の中にリポビタン D を練り込みましたみたいな、そんなような味がしますね。ただやっぱこのついてる最初のタレとかがすごい美味しいので、まあトータルで言うと結構僕は好きです。ちゃんと美味しく食べられますね。で、それでいて、太らず。で、これが健康にもいいっていう形なので、これはもう本当すごいいいものを開発してもらえたなっていう感じですね。まあちょっと最後まで食べちゃいたいと思います。はい、というわけで美味しくいただきましたオールインヌードルでした。本当に意外と美味しくてですね、これだったら小腹が空いた時とか夕飯の代わりにですね、すごくいいんじゃないかと思いました。やっぱりこのカップ麺なのに、完全栄養食で健康にもいいっていうのがやっぱ不思議なポイントですよね。で、それでいて食べても太らないし、手軽に食べられるし、そこそこ美味しいっていうところで、僕はこれすごく気に入りました。なので、ちょっとですね、家の中にこれストックをしておいて、やっぱり夜お腹が空いた時とか、夕飯の代わりにっていうところで、たまにですね、食べたいなと思います。全然ご飯を食べずにいろんなサプリメントをこうバカバカ食べるよりも、たまにですね、このオールインヌードル食べる方が、よっぽど健康的なんじゃないかなというふうに思いますので、ですね、皆さんもこういうふうに、ちょっと体型が気になってきたとか、栄養をですね、ちゃんと取りたいっていう方は、ぜひ参考にしてみてもらえると嬉しいです。値段はですね、1食まで約600円という形で、そんなに高くもなく安くもなくっていうところなので、ぜひですね、試してみる分には、いいんじゃないかと思います。はい、というわけでですね、今回の動画がもしよかったら、いいねもしくはチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。オノグラフの堀口でした。バイバーイ。